まず6番のファースト3です。単独トップで起動しました。これねちょっとね強いかなと思いましたけど、スピンに当たって入ってくれましたよね。スピンでした。そして同じく大里と6番のバーディーパット。最終的にはこの6番でね一気に動きましたね。はい、ナイスバーディーでした。はい、で7番の大里パー4のこれが第2、ここも素晴らしいセカンドショットでしたね。完璧でした。でこれを決めて大里を連続バーディー。8番の内田ことです。パー4のセカンド。これも傾斜に当てて上りのパットしっかり残せました。うん、このバーディーを取って、そして9番です。ここはね、手前のバンカー入ると距離があるので距離感が出しづらいですよね。はい、ここはティーショットでしたね。バックナインに入っていきます。10番の山下ご覧いただきます。真ん中からドンです。この辺からねちょっとチャージしてくるような雰囲気出てましたからね。一方大里、これは最初のね、はい、キーポイントになるパーパーットでしたね。ナイスセーブでした。14番の内田セカンドです。テンショナルね、かけようと思ったのが思ったように行かないでちょっと手前に行ってしまいました。さらに大里もこの左サイド、大里選手もフックかけたんですけどかからず右のバンカー行ってしまいましたね。で内田ことこはこれがパーパットでした。これが決まらずここはボギー。一方の大里はこれを決めたことによって大きな流れ、はい、崩しませんでした。ここもねキーポイントホールでしたね。それがこの後の連続というところにつながっていきます。15番の大里セカンドショットがこれ見事、ショット切れてましたよね。ショットが多かったです。でここでバーディーを取ります。17番の山下です。パー5の第3打、ここ素晴らしいですよね。しっかり傾斜に当てて戻して、うん、素晴らしいサードショットでした。16番の大里、これもね下っていく早いラインでしたけどしっかり読み切って入れてきましたね。4番のあのパーセーブから15、16と連続バーディーを取って少しゾーンに入ったと飯島さんからお話もありました。ただそこに負けじと18番のこの山下セカンドショット、ここもすごかったですね。アグレッシブに攻めて傾斜使ってここまで運んできましたね。そして3連続がかかったバーディーパットをもう意地のバーディーですよね、はい、下りの切れるスライスラインしっかり読んで入れてきました。この3連続で10アンダー大里に1打差とプレッシャーをかけます、うん、その大里18番のセカンドです。これも完璧でしたね。いいとこつけました。内田のバーディーパット決めれば2位というところは見えましたが左に外れました。そしてパーでも良かったんですがしっかりとバーディーフィニッシュ、12アンダーで3年ぶりの優勝を決めたということになります。